おはようございますからのこんばんフォ。どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、キズニキです。よろしくお願いします。今日は、巌流島の稽古に向かう途中のまあなんかいろいろ話しながらドライブということで、よろしくお願いいたします。今回の巌流島で演じる宇之助について教えてください。謎が多い、心が読みづらい男で、めちゃくちゃ簡単に言ったらココジロですね。小さいコジロみたいな。見た後にもうちょっと語れることはあるけど、オリジナルキャラクターなので、やっぱりその描かれてない部分をもう自分たちが描いていかないといけないので、すごい難しいところも多いんですけど、まあ、全部の役にそれは言えることで、まあ、大きな決断をする役でもあるので、まあ、そこのところとかをどう切り替えて演じるか、1幕と2幕でもだいぶ変わるので、もう5年とか過ぎちゃうんですよ、1幕と2幕。そういう時間経過っていうのも、まあ、残り2週間のアクションをつけられてるみたいで、そうですね、刀を使った盾についてどうですか？実は僕はこんなにしっかり戦うのは時代劇いくつかやってますけど初めてで、まあ、僕は人よりも身長が高いので、構えとかみんなと使ってるものは一緒の長さの刀、短く見えたりするんですよ、でかいだけで体が。だから腰を落とすは、まあ、当たり前ですけど、なんか本当難しいですね、全部。でもやっぱり今回は見本となる人たちが、先輩たちがたくさんいるので、まあ、本当に小次郎様の構え、まあ、僕はココジロとして小次郎様のその構えを頑張って真似しないといけないので、真似というか近づける、一緒にならなくてもいいけど、小次郎様の方が上なんで。それこそあの、小次郎役の中村さん、はい、なんか歌舞伎見に行かれた？あ、行きました。どうでした？初めての歌舞伎で、その舞台って今は音があるじゃん、 SE ってあるじゃないですか、うん、音響さんとかやってるけど、全部人間の力だけで行われてて、それがそれあんなもうだいぶ前から何百年とか使われる、うん、わかんないですけど、うん、ちょっと詳しくないんですけど、うん、日本人ってすごいなと思いましたね、うん、めちゃくちゃ何よりハヤト君がめっちゃ生き生きとして歌舞伎してたんでめっちゃ見てて楽しかったし、やっぱ小次郎様いいなと思いましたね、よりそこでかっこよかったです、めちゃ。皆さんも仲良くなりました？めっちゃなりましたね、めちゃくちゃ仲良くなったな。特にどの方と仲いいとか？あの、それはまあやっぱり前も共演したタムシン、まあまあみんなでも仲良くしてくれるから、すごい。稽古場ではバブちゃんって呼ばれてますね。すげえ汚いですよ、まあ、汚いっていうか僕の生活しやすいように使ってるだけなんですけど、はい、そうやってなんか巣を作ってると新井くんのことで巣を作るんですねって言われたりとか、隣がタムシンなんですけど、タムシンが僕のその管理係なんで、僕がちょっと机汚くなりすぎてたりすると僕は怒られないですけどタムシンが怒られる、はい、ではマックに到着しますので、はい、またフォスファミ。こんにちは、いらっしゃいませ。ご注文お伺いいたします。はい、新サムライマックの和風バーベキュー卵肉厚ビーフセット。はい。自分からこうやってドライブスルーしたのが初めてかもしれないな。チキン
キンマクナゲッツ S サイズポテト、ここはケアな今ね、運転を代わってもらっております。いただきます。まずマックの良さその1はね、こうやってこれ何でしたっけ、 GoPro GoPro をつけながらでも食える、これ片手で食える良さ、これね、新シャムライマーク、こんな感じです。ではいただきます。作ったものはなんかあれだ、カレー作ろうと思ったんですけど、帰ってきてから稽古終わって、でもカレー作ってたらちょっと時間あれだなと思って、風呂入ってる間にご飯ができてたらいいじゃない、最高じゃないですか。で鍋に玉ねぎと豚肉ポンポンってぶち込んであの無水鍋みたいのを白菜と豚バラ肉で作ったことがあるんですけど、超簡単なぶち込み鍋みたいなのをやりました。クオリティ高い。うわ嘘や今のクオリティ全然高くない、飯作ったのにクオリティ高い。大丈夫、作ってる料理が見たい方はインスタでストーリーとか見れますね。待ってるから話そらしたけど全然クオリティ高くねえからな適当に作ってるのがいいんだよ、なのにクオリティ高い、適当なこと言いやがって、で多分視聴者は思ってます。目分量ですかね、目分量。あでもその作ったことないものとかはあとその本当にその1杯2杯でめっちゃ味が変わるものとかあるんですよ、あるじゃないですか、とかはちゃんと分かります、大さじ小さじで。ごちそうさまでした。じゃあ遠出とかもしてないんですか。あ、あそこ行きました、滋賀、違う、佐賀、うん、九州、え、ちゃうわ、滋賀か、滋賀、琵琶湖、滋賀、違ったっけ、琵琶湖、滋賀です。あ、そうね、来ました、琵琶湖に、そうで、写真写真がまあでもその時多分すごい別に酔ってもいなかったんだけど、シャッターチャンス、シャッターチャンスって友達が言ってて、分かったって言ってずっと一点を僕は外見つめてて記憶に収めたって言って、ふざけたこと言ってたんですよ。なのでないんです、記憶はあるけどデータがないです。あ、1枚も撮ってないんですか。撮ってない。あのなんかでも雪が積もってて、何だったっけ、木がいっぱいザーってある道あるじゃないですか、あるんですよ、木がうわーなってて、紅葉とかすごい、まあ、とにかく綺麗だったんだけど、そこはなんかみんなとかの集合写真しか撮ってないから載せれないんだよね。そうそう、だから見せれるのはなくて申し訳ないですね。画像で検索してください、はい、佐賀、滋賀の滋賀か、滋賀の木いっぱいある道って検索したら多分出る、すごい綺麗だった。
。ではでは、お疲れ様でした。バイバイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。